山部あゆです。よろしくお願いします。そう、なんかさ、そう、さっきね、外歩こうかもやったんだけど、そう、なんか気分的に歩こうかなと思ったんだけど、なんかもう暑そうだし、結構日が出てきてるからやめた やめたって、やめた。そう、そう、日焼けはしたくないからね。そう、やめといた、やめたい、やめたいた。そう、そんな朝となっております。そう、でもあとは TikTok、 そう、投稿しました。1週間ぶりぐらいかな、多分。ちょっと間空いてしまいましたが、投稿しましたので、よかったら見てください。そう、昨日の夜遅めのお時間帯にですが投稿しました。はい、なんか TikTok の音源撮ろうと思う。結構でも昨日ね、5個ぐらい、昨日投稿したのも含めて昨日5個ぐらい取りだめたので、5日間は連続で出せるので、そう、昨日から数えて、そう、待っててください。そう、全部ね、撮ってみたいやつ、最近の中で撮ってみたいのを撮ってみた。他にもあるんだけど、なんせ覚えられなくて。そう、なんかああいう、そう、撮ろうと思った時に覚えるタイプだから、そう、ほぼほぼそうなの。だから結構撮ったやつは本当何分っていうか、本当もう直前に覚えて撮ってる、全部。そう、撮る、どのくらいだろう、1分から5分ぐらい、長くても5分ぐらいで覚えて撮るって感じかな。そう、大体そうね、1、2分ぐらいで覚えて、そう、1、2分ぐらいで覚えて撮ってみたいな感じかな。そう、撮り終わったら忘れるだって。いや、なんかね、一回踊れちゃったら大丈夫。踊れるまでに時間がちょっとかかるぐらいで、一回踊っちゃえばなんてこったない、なんてこったない なんてこっちゃない、本当に。そう、そうなの。だから逆に一回撮って覚えちゃうと、逆にそればっかやっちゃう癖がある。そう、だから TikTok がその毎日撮る日とかだったら、なんか同じの撮りがちになる。そう、なんか、そう、撮りだめでやってると、だいたい1個ずつ撮ることの方が多いんだけど、音源1個に対して1個とかの方が多いんだけど、毎日撮ると、そう、覚えたのをいっぱいやりたくなって、そう やっちゃう、いっぱい。でもそう、是非今日から、なので、そうですね、今日から、いや、今日じゃない、昨日から5日間 TikTok 注目して見ていただけたらなと思います。はい、です。そんな感じです。はい、ですね。はい、です。ですって、です、いっぱい言いがち。もう、そう、でもね、ああいう、今日、また話変わるんですけど、今日もね、ああいう早く目が覚めて、3時半ぐらいに今日もなんか目が覚めて、そう、目が覚めて、どうしようかなとか思って、一旦とりあえずテレビどうしようって思って、15分ぐらいもやって、そう、でもどうしよう、なんか
もうちょい待ったら眠れるかなとか思って、そうなんかぼーっとしといたら眠れるかなとか思いながら、そうでもまあいっかテレビ見ようかなとか思いながら15分経って、そう15分経ってからテレビ見ようと思って見て、見逃してたのを見たりして、そうしてましたしたりしてました。それからずっと起きて、あ、ずっとはね起きてない、ほんの5分ぐらいだけど一瞬寝た、そう5分間ぐらいお散歩してきたのだって、うんしようと思ったらあのテレビに夢中になりすぎて、そうアユのしたいお散歩したい時間に間に合わなかったそうだいたい6時前って結構日が差してることが多いから、行くなら5時前後ぐらいに行きたいんですアユ、そうそう5時前か5時ちょい過ぎぐらいまでには行きたいから行ってない。そう、そうでも最近ねなんか足がやたらと痛すぎて、いや肩とかも痛いんだけど、そうあれ本当にあのストレッチをね全然しないタイプの人間なの、日頃日頃っていうか、あのそう踊る前とかもそんなしないでも全然踊れちゃうタイプで、しないでやっちゃうんですよ、そうほぼほぼが日常でストレッチをしないで生きてるタイプで、そうだから体が痛すぎて、だからこのあとねストレッチでもってストレッチのやり方もわかんないけどさ、そうやんないからわかんないけどやってみたいと思います。5時とか誰もいなさそうですね、だって5時ね、意外とっていうかもう普通にいますね、普通でもないけどあのちらほらいます、そうで、まあそれぐらいでちょうどいい、なんかさ人多いのも好きなの、人多いのも好きだし、好きだけどなんて言うんだろうな、多すぎると嫌なんですよ。だからさ年末年始のあのあるじゃん、お買い物とかショッピングモールとか年末年始のそうお洋服が売ってるところとか、ああいう時あとなんかもうなんかすっごい混んでるなんかコンビニとか、お昼時か平日のお昼時のコンビニとかさ、なんかそうそのなんかぎゅうぎゅう詰めは苦手なんです。あのまあ限度によるけど、なんかすごいぎゅうぎゅうなもう見るからにぎゅうぎゅうなところは苦手。そうだからなんか程よくチラチラっといらっしゃるぐらいが言わちょうど良い気、そうそうなのよ。そうなんかだからそのさ、最近っていうか全然 AKB に入ってからはそんななんか年末年始にお買い物行くとかなくなっちゃったけど、その入る前とかは時々ね、そうあのおばあちゃん家にそうおばあちゃん家に泊まり行った時とかにおばあちゃんと、まあそう家族みんなで、そうなんかそうおばあちゃんが何でも買ってあげるよって言って連れてってっていうか、そう一緒に行ってくれるんだけど、そうそれでね、そうまあ
人多いわけじゃないですか。うわ人いっぱいだと思いながら過ごしてた。そうだからね、なんかうん、なんかね、毎年そういうね行ってらっしゃる方すごいなって尊敬する。逆にそうなんかさ、映像とかテレビで流れててもさ、なんかおーってなる。いっぱいだーって思いながら、なんかさ、なんて言うんだろうね、人がいっぱいなのは別に好きなの、そう人いっぱいなのは好きなんだけど、なんて言うんだろうな、酸素が足りなくなるのかな、なんかそうそう酸素足りなくなる、多分ああいう酸素が足りなくなる人多いと、みんなあれみんな二酸化炭素だよね、そうだよね、酸素不足になる、そう酸素不足で、そう酸素不足で、あの一時的にあのダウンしちゃうんですよ、そういう、そうそうそうなの。だからなんかなんだろうね、あのぎゅうぎゅうになるとぎゅうぎゅうを2時間ぐらい、そう2時間ぐらいぎゅうぎゅうの場所いると酸素不足、そうえでも多分ねこれね、あのそう分かる方いるとそう2時間3時間2、3時間なんかさ、大体お買い物って2、3時間じゃん、そう2、3時間が大変ね、もうほんとになんかぎゅうぎゅうのところね、なんか別にスペースある分、スペースあるときは平気だけど、何時間いてもなんかもうほんとにみっちみちのとき、あのもう武道かのぐらい、そうここにいるみんななんかぶどうなのかなぐらいのさ密度の時に、そうあ酸素足りないってなる、そうわかるかな、わかる方いそう、でも決して嫌いとかではない、そうこれこれってなるよね。はい、なってたの本当に、うわこれだこれだって、これ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 って見せたやつって見せたやつってなるの、逆にそう最初はそうなってるの、だんだんとね、だんだんとそうだんだんとね来るよ、何その例え、でもさ分かりやすくない、ブドウみたいな感じって、納豆とかほんとそんなぐらいの密度、そうもうほんとぎゅうぎゅう密度もほんとそんな、そう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 、おにぎりとか、おにぎりとかもね、そうそんなです、ね、でももうちょいで、そう昨日さそうメイクさんとも、ね、もうちょいでもう冬なんですねみたいな話になってさ、そうだってもうあとだってそうだよね、もう注意したら冬に入っちゃうよね、いやー早いよー、あっという間じゃない1年だって、
え、もうだってそうだよね、もうちょいで9月だもんね。早っ、早すぎ。いや、みんな今年もね、もうちょい、もうちょいっていうか全然まだあるけどさ、もうちょいなので楽しんでお過ごしください。はい、はい、そんな感じでランキングを読みたいと思います。13位、よしかなさん、ありがとうございます。12位、つよしさん、ありがとうございます。11位、ホーリーさん、ありがとうございます。10位、しもちゃん、ありがとうございます。9位、東京のまさみさん、ありがとうございます。8位、まさゆきさん、ありがとうございます。7位、ノーティーさん、ありがとうございます。6位、スターフラッシュさん、ありがとうございます。5位、翼欲しいさん、ありがとうございます。4位、あきらさん、ありがとうございます。3位、タンクトップさん、ありがとうございます。2位、プラハタハさん、ありがとうございます。1位、あーちゃん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。また明日もぜひ見てください。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。